はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチビットは私よりやっていきたいと思います。今日は、ジャパンカップ準決勝。はい。去年ね、負けたリマステ大阪とのリベンジ戦ですね。まあ、去年はベスト8だったんだけども、今年はベスト4まで残ることができました。はい。で、まあ、リマステの能力を見ると、こんな感じですね。でお前が怪我してるんって感じの選手が怪我してるんだけど、まあ、このクラリスが出てないということで、クラリスの代わりに誰が言ってんだ、関口かなとか言って、まあちょっと丁寧、一人丁寧だった感じかな。でも他みんな強いです。でリマステ大阪はね、まあ世界大会も行って、ワールドカルチクラシック、これはねホームで勝ってたんだけど、アウェイで勝ってたんだけど、ホームで 0-3 で負けちゃったってらしいですね。まあでも、まあこのリマスに勝てれば、まあ世界クラスってことだから、うん。頑張ります。このね、試合のためにね、選手を何人か温存してきたんですけれども、伏組のヒロダは戻らなかったと。まあいいでしょう。で、これ山内じゃなくて、どうしようかな。くるみにする？メンタル、寒かにするか。じゃあ、でもちょっと後ろ固めるか。でも、まあ、いっか。このまま行こう。いや、ゴールキーパー、中川とかにやらされててもありなんで、ありよりにありなんだよな。いや、どうしよう。ゴールキーパーやらせるか。でもね、悪くないんだよ、つや。まあいいや、このまま行こう。お前のせいで失点したって感じのシーンがほぼないから。まあ本当お願いします。去年のリベンジ。去年は、勝ってて追いつかれたんだっけ？追いつかれて PK で負けた。PK ではもうボロボロでした。まあこいつはね、こいつ、このグリフィン、こいつさえなんとか、なればいきます。まあね、日本代表にも選ばれてるんで、まあ、自信はついてるでしょ、米田も。もうキーパーも四つやいいんだよな。普通になんか、仕事してくれてる。いいぞ、ヒロダ。パスタフ。いや、スルーパスだろ、そこは。そっからね、シュートってもうグリフィン相手にね、決められるわけねえんだよ。ワールドナーとかでももう決まねえんだから。まあ、打つな、そういうロングシュートは。あそこちょっと出すなって。今日はもうね、まあ、余計な話はせずに、もうこの試合に集中します。もう監督としての責務を果たす。いや、壊されないで。ナイス、いいかわよ、ヒロダ。いいね。パス出していいんじゃない？いいよ。パス出して。いいよ。了解？ラグみたいな感じだ。いや、こぼれ球欲しい。まあね、1対1でも決められるかどうか不安だから。ちょっと、スイッともいいんじゃないか。お、グリフィンが弾いたぞ。コーナー。ここで取られちゃうんだろう。ひどすぎだろ、そのコーナーキック。テクニックとスタミナが A なのか。ちょ、テクニック S じゃないだけちょっとまだマシなのか。おほー妖怪スーパーボール。いや、グリフィン相手に決めて、パフォーマンスも相変わらず余裕に行ってるね。ほんとこれ勝ったら大金星だよ。ほんとに。いや、シュート上手すぎだろ、これは。さすがに。ヨネダだけじゃないからね。うちのチームは。あ、並木ってやつ出てきたけど、篠山の方が強いんじゃない？マジでも、ヒロと赤だから、いや、赤でもあんま変わらんか。レッドはやめてね。危ねえ、怖え。音聞いてねえから、ちょっと笛の音とかわかんないんだよね。レッドカードだったら、ほんと、はい。ね、うちがや。ありがとう。おかしめて。あ、やめて。あと、無敵にね、前回決められたんだ、無敵に。無敵なんか、あんま能力、そんな強くないと思うんだけど、普通強いんだよな。いや、惜しい。めちゃくちゃジャンプ力あったね、今。前半はトライ0-0か。いや、2点目欲しいけどな。あれか？欲張りすぎか？いますよ、大阪手に。いや、もう、前回 PK で負けたから、追加点欲しいよ。
あ、寒川も頑張ってるね。小畑のお兄さんもこのメンツなごよくやってるよ。1対0です。スタッツは勝ってる。スタッツではこのままいけるぞ。いやー、ちょっと緊張すんな。お願い、優勝したい。 N2 で、まあよくばステップリーグで優勝したかったけど、うん、N2 で優勝っていうね、会議を成し遂げたいね。もういいよ、クロスで決めろ。え、もしまだある。おい、ファールだろ。いいね、また追い直す姿勢いいよ。あ、いやー、うますぎだろ。クロス、何に楽です。そんなクロス上げてこんな綺麗なボール決めるの、こっからだよ。いや、これはうますぎるな。まだ無敵かれる。白鳥を正直無敵に決められる気がするんだよ。白鳥に決められたけど。わかりません、ね、この勝ち打ってやってる人ならわかると思うんだよ。無敵がマジで無敵なんだよ、本当に。裏っ腹めちゃくちゃ強いだろ。いやー、じゃあ1点必要だからね。PK だともう勝ち目ないから。あ、いやー、やめて。白鳥ごめん、やっぱお前の方が強いわ。ごめんね、ちょっと無敵は無敵だとか言ってたけど、お前も白鳥も無敵かもしれない。いや、ミホ、お前何悔しがってんだよ。そこで悔しがって立ち上がってちょっとしたらもう決められてんだよ。無償のスタミナねえから、もうちょっとやるか。もう回答見ないと思うけど、もうちょっとヒロ2本あげるか。で、キーパーね、一点と、追いついたら、キーパー変える。キーパーを、ヨレダとかにして、PK 戦挑みます。はい。前回もそうすればよかったが、そこは心残りだな。一点、ちょっと何としてでも、奪ってくれ。いや、取られるか。おい、痛がってるぞ、止めろよ。俺の前、一人で行け。いやー、でもそんな弱くねえよ、相手も。すげえ。国分が、いるわ、最後の砦に。あー、よく。プレッシャー確定は、眠打ち。ナイス。あと10分です。時間がありますね。いや、おっさい、おい、何残って、おばたのお兄さん。